8年のですね、マニフェストと称するようなものの中で、4分野における具体策、平成8年でございます。失礼、2008年の7月8日にですね、在沖縄米軍基地の大幅な縮小を目指してということを民主党が出しましたね。その中に、在沖縄海兵隊基地の県外の機能分散はまず模索しと書いてありますが、これはもうなくなった民主党の案ですか、そうじゃありませんか。これは鳩山幹事長ご存知ですね。いや、幹事長の時、失礼しました。大島君、総理が幹事長の時かなんかじゃないでしょうか。平成 8年。総理大臣、平成8年ですか。2008年のことに関しては当然幹事長としてその攻めを追っています。当然存じ上げております。大島君、いや存じ上げてるのではなくて、今もこの考え方は継続してますか。鳩山総理大臣、私どもは今新しい政権を担って発足したばかりでございます。当然私どもは選挙の時にも今大島議員が申された思い、この沖縄県民の今日まで、担ってきた大変、大きな負担というものを何とかして少しでも軽減させなければならない。そのためにはできうれば当然基地の問題、さらに過重負担というものを与えるわけにはいかんという思いのもとで、県外あるいは海外に移設をするのが当然最も望ましい結論だという思いを持って臨んでまいりました。そして選挙に勝たせていただいた。当然その思いは大変重い責任を負っていると思っております。一方で新政権としての責務もございます。新しい政権は旧政権が日米の間で合意したことも当然政権が変わったから無視すりゃいいんだ、そんな無茶なことをなかなか言える立場でもないということも理解をしています。だからこそ私たちは今いろいろとさまざまな選択肢というものを考えていきながら、沖縄県民の負担をいかにして最小限に食い止めるような形の結論が見出せないかということで選択肢を模索をしているという状況でございます。委員長、大島君、議員の皆様方は若い議員の皆さんがおられますが、2008年のですね、7月の4日に民主党沖縄ビジョンというのがあるんですね。それを総理は自分でそのことをまだその認識はある、この思いはまだ持っているとお答えになりましたね。イエスかノーかでちょっとお答えください。単独政権じゃないんだよ。鳩山総理大臣、当然認識は持っています。ただ今亀井大臣がお話しされたように、これは連立内閣であるということもご理解願いたい。大島君、連立内閣だからうんぬんということを聞いてるんじゃないんですよ。連立政権にあたっての政策合意を読みます。この中で日米同盟関係を作る、これはいいですね。そして沖縄県民の負担軽減の観点から日米の地位協定の改定を提起するとこが書いてありますね。さあそこで具体的に聞きます。総理、この沖縄の基地の問題はアメリカももちろんですが、県民が本当にどうするんだろうかと固唾を飲んでると思うんです。ポイントは3点あると思う。総理が決断できるポイントは、つまり国外にやるか、この沖縄ビジョンのようにですよ、県外にやるか、県内で収めるか、どれですか。鳩山総理大臣、今それで我々はいくつかの選択肢の中で結論を出すために努力をしているという状況であります。大島君、いつまで結論出すつもりですか。
私どもは今日までこの問題がスタートして13年が経ちました。その下地議員から先般、先ほどの午前中の議論の中でお話がありました。日米の間のみならず、むしろ沖縄県民と日本政府との間の意見の齟齬が今日をもたらしたんだというお話もありました。その通りだと思います。なぜこんな状況になってしまったのか。だから私たちは政権を取って時間的に引き延ばせばいいなどという勝手な解釈をするつもりはありません。しかし新政権になって、ある意味で今まで必ずしも政権の中におりませんでしたから、見えていなかった部分もあることも事実です。だからこそさまざまな選択肢というものを用意をして、その調査を始めた段階であります。今すぐにこれはいつまでに答えを出せるという話ではない。しかしながらあまり引き延ばしていいというものでもないということも十分に理解をしていく中で、私たちとしては特に国民の中でも沖縄県民の皆様方にご理解をいただける、そんな結論を出さなければならない、そう思っているところであります。大島君。その割には各大臣がそれぞれの思い言っておられますね。北沢大臣は、私は今までの政府が考えた結論でいいではないかということを基本に言いました。私はこれは鳩山政権をですね、幅を広げるために一つのアドバルーンを挙げたんだろうと思うんです。岡田さんは今の場所に統合したらいいという、そんなに総理が検討して統合してね、カデナにそして統合すればいいと言っている。それでなぜそれぞれの大臣がバラバラにお話しされるんですか。それは急がなければならないという思いからそういうことをおっしゃってるんでしょう。そこでもう一度聞きます。総理の思いとしてはいろんなことを検討していると言いますが、検討している大筋の場所あるいはそういうものは何かないんですか。鳩山内閣総理大臣。またそのような話をすると、さらに拡散したという話になるだけではありませんか。私どもとしても、例えば、カデナ統合案というものをかつてあったと、かつてあったのがなぜダメになったのかと、その本当の真意はどこにあるのかというようなところも、必ずしも見えていなかったところを、これからしっかりと調査をして見ていきたい、そう判断をしているだけに、今時間をかけて調査をしているわけであります。決して今どこもあるあそこもあるなどというような話を無責任に申し上げて、またその地域の方々に対する大変大きな不満や不平というものをもたらすわけには参らないと思っておりますので、私としてこれ以上申し上げるつもりもありませんが、しかしいろんな意味で選択肢を国民の皆さん、特に沖縄県民の皆様方の側に立って考えながら、一番良い結論をできるだけ早く出してまいりたい、その努力を今行っていると、ご理解を願いたい。大島君。